リヒュー、みなさんこんにちは、またロクタケです。今回また三国武将政権曹操の方の物語やってましょうか。はい、乱世は打算で渡るもの、過分か登場。上々、あとは俺の指示ですぐに実行に移せるよう待機だ。はっ、行くぞ。どうだ、閣下。お前の目から見て、あやつは。いえ、まだなんとも。騙し討ちはできても、城攻めが巧みとは限りませんし。やつの卑劣な手で、天衛は死んだ。そんな男の力まで欲しいか、元君。おお、これは曹操殿。こちらはほぼ整いましたよ。さあ、曹操殿、始めるとしましょうか。はは、何か終わりのようで。お主は我が国王たる天衛を奪った。それは敵する者同士の習い、攻めはせぬ。だが相応の力を示さねば許さぬ。天衛の武勇に釣り合う英知、見せてみよう。あの異常夫と同等の働きを。これはまた随分と厳しい条件だ。そのくらいの方が張り合いもある。さて、見ていってもらいましょうか。ふん、俺は刃を交えず人を陥れる手合いは好かん。だが孟徳が軍師を求める以上やむを得ん。俺は俺で奴の道を切り開くのみだ。あなたの知略は並々ならぬものがある。この戦で見せてほしいな。知略だけでなく、あなたの資質も全てをね。だが相応の力を示さねば許さぬ。天衛の武勇に釣り合う英知、見せてみよう。将も兵も気力に満ちている。これが曹操殿の軍か。しかし遅れを取るわけには参らぬ。我が義の刃にて悪逆の徒呂布を討たん。私が不甲斐ないばかりに助手のためを。いや、今そんな泣き言を言っても、この度の同盟心より感謝する。乱世の暴利呂布を討つべく共に戦おう。はい、共にね。はい、分かった分かった。はい、では、はい、セーフで、はい、行きましょう。さて、そろそろ頃合いだ。
行くとしようか。はっ。呂布のような出会いは力比べじゃ厳しい。ここは地の湯を生かし水攻めといきますか。俺は水門を上げて北へ向かいます。主軍は城の正面で敵を陽動してください。このところの雪で水かさが増えている。水門を開けばたちまちこの一帯は水浸しだ。はい、よくやってみよう。籠城する相手への水攻めは格好の策。あの呂布といえども耐えきれないはずだ。あれは少女の軍勢か。まずい、水門を破る気か。いや、俺たちのことを触れてもらう気だろう。これは放っておくと面倒だ。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。伝令、曹操の一軍水門へ向かっている模様。なに、曹操軍か。ここは絶対に通さんぞ。俺たちの向きを知られずにする。さて、進軍を続けようか。これで北へ向かえるようになった。次は西の橋を下ろしに向かおうか。一人でのこのこ現れるとは後悔しても遅いぞ。ここは引く。液晶撃ち取った。戦場で遅れを取るとは、これでどれだけ覚悟はできている。好きにするのがいい。武人ってのは潔いもんだ。さて、こっちはまず目的を遂げておこうか。すごい量の水だ。こりゃ火非常もたまらんだろ。さて、仕上げといこうか。そろそろ水圧で門が破れる頃合いだ。よい、これでどうだ。水が、助けてくれ、溺れちまう。待て、進めっか。まずい、外からの水圧で門が破れるぞ。これで止まれ。
あの猛獣だが。曹操殿、この度の許可を深く感謝いたします。私の目的はただ呂布を討つことのみ。劉備よ、お前は私に気を与えたに過ぎない。この野心の中でいないとは乱世を超えられぬ。貴様もそれを覚えておくのだな。これはうささい、いささか厳しい。剣術殿に援軍を頼むしかありませんな。平成奮闘で援軍に頼むつもりだよ。ここは止めておいた方が無難だね。お見事、見せつけてくれました。お前だ、待ってよ。雑魚が束になろうと俺には最強の友を味わわせてやる。いやはや、手間を取らせてくれたね。さて、お縄についてもらおうか。その力見事なり。毛徳、まさか。ん？大丈夫ですよ、殿は。うん。呂布、そして長領、お主らに問う。力とは何ぞや。くだらん。戦い、勝ち、すべてを得るだけのこと。己が信念を果たすためのすべと心得る。そうして呂布は首を打たれ、長領は迎えられた。閣下殿、曹操殿は力を求めているのだろう。呂布はとんでもない力だと思うがね。どれだけの力があろうとも、信用に足らぬ者とは共に戦えない。はっは、なるほど。お、その点、あなたはもう大丈夫のようだね。曹操は劉備の軍と合流し、可否で鬼神呂布を討ち取る。董卓から続いた暴虐の連鎖はここに小さな終止符を打った。その2年後、巨匠に身を寄せる劉備が曹操暗殺の計画に加担する。だが計画は失敗。曹操は逃亡する劉備を追い
再度可否へと進軍。劉備軍を散々に打ち負かすと、劉備の義弟関羽を触覚に迎えた。盛況な軍、治癒に長けた将、そして希代の武人関羽、これらが揃った今、曹操は袁紹と蚩尤を決すべく動く。広大な河北を有し、盛況な大軍を擁する名族袁紹だが、今の勢いと集いきた力ならば、それに打ち勝てるはず。曹操は中原の覇者となるべく、決戦の地関東へ向かう。曹丕、楽進、各からの心も対戦を前に熱くたぎっていた。はい、では今回の戦いはここで終わったよ。はい、皆さん見てたらありがとうございました。では次回のムービーも楽しんでください。はい、では